マイク入ってなかった。ロカプラスさん、ペルキチさん、ちょいちょいさん、お願いします。手配はうんこレベル。ついてるのかな。終了ですか。はぁ、たまたまだったんですね。
で、安倍さんもやっぱ岸田さんに関してやっぱ運があるということをおっしゃったらしいんですよ、はい、やっぱ運があるから総理大臣になれるんですよ。でもその運も、あのこれはまたこれ安倍さんの言うことは、じゃあのこれはね、岩田美子さんに聞いたかな、やっぱそれはやっぱその生かすのもやっぱりその運がついてきてるじゃないですか。単位青だと罰走は厳しいね。スーピン引いて諦めがついたけ。ほら耳を舐めるな。トン。耳を舐めるな。これはまあまあいいんじゃない。でいいのこれ。まあでも私自身は、まあ、日本産品ラグが
何やったんやろな。何やこのためは。どがんせろってや。手はいいとになあ、さっきから。ほら、貼っとるんか。同窓は泣くのかも、これ。同窓は泣くな。ああもう間に合わ。過去に配信時の動画も視聴可能ですのでご確認ください。登録方法ですが、PC で YouTube の帰ってきた子供ニュースのチャンネルページを開いて、画面の右上、メンバーになるボタンをクリックしてください。するとメンバーシップの登録画面になりますので、必要事項を書き込んでください。価格は990円です。よろしくお願いいたします。さあ、そして、大河さん、告知お願いいたします。はい。告知出ますね。憲法で参考してもらいました。来週のですか、12日にですね、青森で、公開憲法フォーラムというのがあります。織田国夫元副首相に基調講演していただいて、その後に、まあ、パネルディスカッションで、ジャーナリストの桂木奈美さんと、まあ、私は司会みたいな感じなんですけど、はい、で織田さんにコロチ、ぜひ東北地方の方、お時間がありましたらお越しくださいということです。これ時間何時ですもんね。はい、ご注意で。URL または QR コードから放送で、ぜひ皆さんご注意ください。さあ、伊勢の方正解です。そうですね。はい、伊勢の方です。ローピンは泣くんか、これ。さすがに。以上で今回の限定の話のテーマは、日本を貧しく公にする公正労働省という。泣くかなぁ。わからんなぁ。楽しみにしております。はい。さあ、どうですか、最近のニュース、発想とは違いますか。
ロービンでもリーチ。へえ、いい手が入っていいですね。なんじゃこら。
まあ、どこを落とせばいいとこや。チーピンしんどるけど。チーピンしんどる。一発走が切れない。一発走か一発走かどっちか切らんよね。トーン。トーン。行きたくないのばっかやけど、行かんとしゃあないもんな。トーントーン。一走の発走を持ってあげにはいかんね。どっちか、まあ行くなら言いそうか。行くなら言いそう。うん？三蔵でいいか？いやいや。クソでしたね。